8レース走ります。福島球児の新田雄大選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回岐阜から久しぶりのレースになりますけども、そのサントリースですね、の間どういった練習されてましたでしょうか。基本的にはナショナルチームのトレーニングに混ぜてもらっているので、同じようなトレーニングをしていました。前回は全プロですね、1キロ走られたと思いますけども、はい、その感覚はいかがでしたか。なんか自分で思い描いた最高の走りっていうのはちょっとできてなかったとは思ったんですね。結果としてもタイムとしてもやっぱりこのタイムになってしまうよなっていう走りだったので、修正点が見えた大会になりましたね。ご自身の状態とか調子っていうのはいかがですか今のところ。なんか練習してる感じでは悪くない感じはしてます。今回、北日本ですと大月選手と2人になりますけども、どういった走りされますでしょうか。はい、大月さんはすごくこう縦も横もすごい選手なので、しっかり援護してもらいながら、ワンツー決められるように頑張りたいですね。前橋は新の杯取られてグランドスラムを決められた番組だと思いますけども、印象はいかがですか。はい、年間通して室内ということで変化も少なくて、走りやすいスピードも出るバンクだなと感じてますね。では横川の意気込みよろしくお願いします。はい、久々のレースになるんで、緊張感を持ちながら、そして、勝ちにこだわり走り続けたいと思います。